昨日やったはずや。昨日のケンタしかいい日。もう来ると思います。先に来ました。到着しました。やばい。嘘。女の人に出たんです。ほんまに。やばい。いや、女あかんやろ。いや、女とかあかんつってないやん。やばい。どないすんねん女。いや、あかんやろ女の人とか。じゃあまだついてへんやん。ちゃんと手を抱えないし。座れ。もう地声でいいやん。なんか最後らへん全部地声やったんやし。え、なんていうけど、ほんまに。いや、え、でも2回目じゃないですか。あれなんで受けたんすか。いや、俺は受けてないねん。あ、勝手に入っててん。え、私も勝手に入ってますよ。クロエ。はい、クロエやったっけ。クロエです。珍しく女の顔になってんな。すいません、ちょっと嬉しくて。え、聞くところによると富吉のこと好きなんだって。はい、大好きです。断言しておいてやろう。え、72時間後、お前は富吉をもっと好きになってるか、死ぬほど嫌いになってるか、どっちかなって。です、どっちかっすよね。前回同様、他の食べ物、嗜好品、設定変更は全てメダルで購入することができる。また、これらはメダルがなくてもプレミアムフラグを引けば選択できるものもある。ちょっと待って、ちょっといいっすか。何だ。何言うんだよ、コントロールゼロ番みたいな。監禁ハウスではオリンピックの選手村報酬が出てる。本当は全て無料で入る。無料支給されるんですか。いや、しかも 0.01 ミリ。あ、そういうやつは面白いな。トメキチクロエ。はい。監禁ベイビーだけは勘弁してくれよ。ないわ、ないわ。ナイス。アホちゃん。72時間一緒やで。いや、ないわ。確かに。ないわ。回ってるところでな、そんなポンポンポン正規出してなやんねんと、そんな頭おかしいでしょ。発想が前回カメラ回ってるところでキッと出しとけやん。では換気72スタート。いきなり始まるな。ちょっと絶対嫌になったんやん。もうおいしい、おいしい。ちょっと寝てくれ。寝てはる人わざわざ起こす、うん、ぐらいの。ちょっと待ってくれ。何撮ったの。え、明日の関係では全く分からない状態。はい、やばいです。女か男か。え、それだけがちょっと。え、女ですか。いや、それは言われ。え、その監禁のオファーがあった時どういう気分だった。あ、来たんだ。これはやばい。やばいなと思いましたよ。っていうと、あの稽古院で2日目からやもう剣山なんで。腕毛とかやばいんですよマジで。今は毎日剃ってます。そうだよ、男性ホルモン的なやつ。親が父の方が結構ゴリラなんで、そのまま来ました。ゴリラはゴリラは来ました。え、どうすんの。だから長袖長ズボンで。あかんて。どんあかんわ。いや、マジでやばいですから。トメキチが好きすぎて入った。はい、トメキチさんが好きで、あ、受けようと思って。え、尊敬。この時間に見せるもんちゃうやん。なんで今なんですか。ですかね、好きなこと言って。いや、ああいう風になりたいなと思ってた。はい。はぁ、はぁ。あ、でもそれで結構変わったから。いや、それはもともとです。イエス、ノー、無理、はい、いける。はい、はい。これはあかん、この時間。ヒロシ、ノー。ジロー、ノー。コウタロー、ノー。タク、ノー。リノ、ノー。大気丼、ノー。アトメキチ、イエス。アトメキチ、イエス。何これ、今じゃなく
人ばっかりやろ。何言って、何言って、あるんすよ。なんか、違います違います。なんか、もともと D の65を買ってて、で、その時ないだろうなと思ってたけど買ってたんですよ。で、一回痩せてなくなったんですよ。で、この前買いに行って測ったら E の65ですね。いや、なぁ、いいわ、俺じゃあお前も何をベラ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 言ってんの。なんどういう手で撮られたんさ。いや、なんか事前のインタビュー、事前インタビューとかなかったし、ね、前もムラムラしてきたか。いや、ムラムラせえへんわ。E カップだってよ、今の。ちょっと俺には全くね。いや、むしろその笑顔お前が放棄してんやろ今。机で隠れてる思てなあ、嫁はんおるんやろ。ラブラブゲームチャレンジ。OK、では、ちょっと待っててくれ。若きミスター X がゲーム説明をしに行くから、うん、はい、お願いします。しっかりと、ミスター X の話を聞いて、口答えは一切許さん。口答え一切許さんって何。じゃあ、ミスター X。そんなルールなんでね。うまい。はい、そっち座れ。はい、椅子持っていけ。はい。今回のラブラブゲームチャレンジはこれや。爪楊枝と輪ゴムを使ってもらう。はい。これを使ってもいいから、とめきちは輪ゴムを口に加えて、うん、口に、そう、クロエが加えた爪楊枝にかける。そう、かけていく。1分間に10個かける。10個。そうや。ちょっと待てお前、10個はハードル高いやろ。1分間の何だ。 BGM 初めての10個。やめろや。それではチャレンジスタートや。よしよし、うまい。誰がね、こと耳ちゃぶが For you。 あ、俺ちょっと待って、うわっ、もっか、やっちゃー、やっちゃー、やっちゃー、うわー、ちょっと待って、全然あがん。初めての今日、今日ワンちゃんやろ、お前ら。じゃあ、ジャズさん、ジャズさん、優しい気持ちがいっぱい。あかん、落ちるな。あかん、もっと奥まで行かんとあかんねや。ちょ、私、今見たいな、やめろよ。涙が出ちゃう男の何で、ちょっと、しかもお前ハイローズの方。よし、うまいうまいうまい、慣れてきた。これ曲終わるわ。終了。そうや、ちょっと待って、めっちゃ慣れてきたのに。マジか。うおぉ、照れてもうた。めっちゃニヤついてますやん。びっくりするぐらい想像以上に照れましたね。私も目開けれなかったですね。ちょっとびっくりした。希望のカツ丼とおにぎりは残念ながらなかったわけやけど、はい、お前ミスネックとしてはいいものを見させてもらった、ありがとう。何やね、ちょっとええやつみたいな感じ。24時間が経過したね。いや、長いようで短くなったっていうか、何やろ、よくわからない、異様に眠たい、はい、なんか異様に眠たい24時間やったね。なんか知らんけど、なんか前回にない感じやな、とみきちからしたら。え、前回そんな眠たいとかなってへんかったもんな。そうやけど、なんなんやろね、気温かな。それがなんか2人の中でこう心が通じ合うものができて、それがなんかこう眠気っていう風になってんじゃないの。で、それ真顔で言ってて恥ずかしくないですか。なんかこう心地よくなってさ、相手の存在が、
それなんかこうすごい安心感とともにこう眠気みたいなやつになってるじゃないの。なくはないじゃないですか。いや、ないよ。ないですか。ないよ、そんなの。二日目、どんじゃん、これ。まあ、ゼロがいいからね。カメラの前で。昨日やっただろ、ラブラブチャレンジゲーム。うん、はい。今日もやるから。ね、何をかけてやるんですか、今から。また昼食だよ。早ない？ 17 時や。そんなお腹空くの？こっちが買う時間とかあるだろうが。あー、なるほど。準備の時間があるんね。さあ、そこ。はい。太もも、これに履き替えろ。履き替える？いや、もう絶対。履き替えたぞ。よし。じゃあ、今回のラブラブチャレンジゲームは、うん。金玉投資ゲームや。イエーイ。金玉なんて。金玉投資ゲームや。金玉投資。黒いが持ってるそのボールを、とめきちの右の裾から入れて、お股を通して左の裾に通し直す。これが金玉投資ゲームや。あ、なるほどね、そういうことね。三十秒。もう三十秒。はい。ではチャレンジスタート。はい。うわ、狭っ。ちょっと待って。やばい。終了。終了。これ成功ですか？いけたな。普通にいけちゃったな。結構ゴリゴリつけていなってびっくりした。しかもこれポロポロって結構シュッといってくれたの。ええの？まあ、というのは練習で。どういうことやねん。練習なんですよこれ。何がやねん。もう一個上のバージョンがある。練習で。確かにちょっと嘘でいきつつ。確かに。おい全部聞こえてるぞ。全部聞こえてる。確かにちょっと簡単すぎたなって今ミスター X 反省してたの。じゃあこれに着替えろ。これに。いやもう誰のズボン。あー、トレパンじゃないんや。そう、伸縮せえへんやつや。それが本当の玉投資ゲームや。いやこれ 100% 無理やわ。これ 100% 無理。絶対ここで止まります。うん、 100% 無理。意外にストレッチ。今回のチャレンジゲームは投資ゲームや。むっちゃ仕切り直したよ。とめきちのその右の裾から黒いが持ってるボールを入れて入れて、はい、お股を通して、左の裾に通しきればチャレンジ成功。それでは制限時間は1分。もう大丈夫か。おい、希望の飯も聞いてくれへんかったぞ。チャレンジスタート。ほい。うわ、きつい。いや、これはやばいわ。やばい、これ。これ1分やろ。あ、ちょっと待って、でも頑張れ、頑張れ。よし、よし、頑張れ、頑張れ。じゃあ、手突っ込まねばええって。この上から、そうそうそう。そうそうそう、そう。こい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 、ほら。マクドナルド食べたい。来た来た来た。うわ、これ難しい。いや、いける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 。いけるいける。ここに手突っ込んでもいいんですか。いける、いける。いいですか。ちょっと待って、お前、あの、興奮してきた。興奮してきた。あかん。ちょっと、いける。え、4、3、2、1。はい、どうした。せー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 。これはいったわ。はい。今のはいったわ、完全に。今のは。どうだった、現場のミスター X。いや、完全にいってたから。マジ渋い。いやいやいや、お前、これはお前、ちょっと燃えるで。多分今完全に当たる。完全に当たる。まあ OK かな。じゃあそうですね、やったー。 OK、 これはな。イエーイ。じゃあその希望のお弁当聞こうか。え、希望。希望あの俺マクド一緒でマクドで、あのダブルチーズバーガーのセットピクルスの時。わかった。オレンジジュースで。オレンジコーラで。コーラで。わかった。お疲れさん。ちょっとね、お前違うもん買うてくんない。机直しといてな。なあ、お前違うもん買うてくんない。お疲れさん。頭おかしいな。天才。うん、うまっ。おいしい。もしもし。はい。どうした。え、お前何ちゅうことしてるやん。どうすんねんこれ。え、何が大変なんだけど、
テーマパークで。えらい。怖い怖い怖い。どういうこと？え？上野？え、どうした上野？上野さん。どうしたんや？すいません。どうした？あのですね、今回、あの、まあ、僕急事なんじゃないですか。なんで、いや、そうやな、聞いたよ。あの、夕食をね、買いに行こうと思って、あの、まあ、換金72の、まあ、夕食代3万円もらったんですけど、あの、今日、トメさん誕生日じゃないですか。なんで、ちょっと、頑張って増やそうと思って、ハーデス売ってあるから、あの、ハーデス売ったんすよ。そしたら、ちょっと、ストレートで3万円、全部、ちょっとなくなっちゃって、ちょっと今日の夕食代、なくなっちゃったんすよ。買えなくなっちゃって、ほんま申し訳ない。どういうことや、それ。どうすんねん、こいつらご飯。あかんやろ、それは。いや、分かってるんすよ。トメ吉の祝うって言うてたやないか、お前。どうすんねん。トメさん、祝いたかったんすけど。このカメラ撮っとるやつは、なんで止めんの。それは知らんけど。カメラ撮ってるやつ、ちょっと顔写して。カメラ撮ってるやつ。うん。お前かい。お前か、これ。はい。お前か。はい。お前できるやつやないか。あれ聞いて、上野さん張り切っちゃって。うん。いや、口近いよ、気持ち悪いな。吉田君に罪ないんすよ。全部僕が抑え切らねえかったんすよ。どうすんねん。ミスター、ミスター、どうすんねん、これ。ご飯ないやんけ、お前。もうコンプライアンス的にご飯出さなあかんねん。すいません、ミスター、ミスター、すいません、ちょっと僕にちょっと挽回のチャンスください。今からちょっと、あの、トメさん、トメさん、俺のこと信頼してください。信用してください。絶対にね、美味しいもん作るんで、待っててください。よし、行くぞ、吉田君。え、ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっと待て、切って。めっちゃ大変、本線。これ怖っ。怖っ。いや、気持ち悪っ。いや、そんな頑張らんでええねん。めっちゃやばい。大丈夫だったみたいだな。いや、大丈夫じゃない。いや、大丈夫やったみたいだけど、なんかこれ、天丼ですか。いや、俺もわからないんだ。え、何？多分、上野は一生懸命取ってきてくれたんじゃないかな。じゃあ、晩ご飯にしようし、食べようか。え、これ何？三章魚みたいな形。これ三章魚っていいやつ。え、ウーパールーバー。え、これ完全そうやんな。いや、色違いよ、ただの。そんなおしゃれやん。ほんまや、白と黒。うわー、ちょっと。え、とりあえず食べてみよう。いや、とりあえず上野が一生懸命取ってきてくれたんだよ。いや、とりあえず食べてみろのレベルちゃうて、これ。いや、だから食べれるもんで。わかった、間違いないからね。わかった、こうしよう。ちょっと、いや、ちょっと待って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 、俺とクロエちゃん組、ケンタドン組に分かれよう。え、で、なんすか、分かれてなんすか。いや、だから、一個ずつ食べよう。ちゃ、おい、魚介類無理やねん。いや、魚介類ちゃうから。もう、魚介類ちゃうから。しっぽ、魚やん。いや、魚か知らんけど、これは魚介類に入らん。爬虫類や。両生類とか。両生類。爬虫類、これは。そうそう、大丈夫。大丈夫。そういうのは大丈夫。だから、とりあえず、そうしよう。一個ずつ、こう、組に分かれて食べよう。これはちょっと、そりゃそうやろ、お前。そうや、お前らおい。アイス食いたやろが。
アイス。よかった。お前打った？打つって言ったよ。いや打つって言ったとかじゃなくて事実だけを聞きたい。打ちましたか？打ってません。やろ？うん。今がその時。その時よ。何打つ関係あれんやこんなもん。今がその時やった。はい。だからまあとりあえず。白選ぶん。この黒い方絶対無理やん。いやじゃあお前も何を免れたみたいな顔してんの。はい、いやだから俺の中でもここに貸し借りはないよっていう。だからですよね。だからここで話し合ってや。一応まだチームはチームやからね。はいはいはい、はい。いやチームちゃうの。いや4人はちゃうよ。ちょっと待って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 。黒いじゃん。俺黒いじゃん。あっち向いてほいで決める。いいよ。あっち向いてほい。いやまあ4人でこうまずは先方と対象決めて、うん、でこう残機ゼロになった方がああその負けたチームが両方食べる両方は食べへんよ。じゃあお前もう今のはあかんわ。今の発言がもうただでさえ筋通ってないのにさ、うん、そんなヤクザなこと言う今のドン引きやなマジで。えいやこれはもうあかん。お前一人で俺ら3人向きやん。ちょ、おかしいわそれは。よし、やるぞ。もう、うむは今さん。もう、はい。まずはじゃあケンちゃん対大気丼から行こうか。こう、この流れで行こう。で、一回でも負けてもうこうやん。いや、それはさ、筋通さんはむちゃくちゃ言うたわ。スロット打たへんわ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あっち向いてぽい。よしいやこれはもうしゃあないわ。ドン、ドンさん見てますよ、そっち。よし分かった、俺から行くわ。え、待ってください。え、どこ行くんですか。行くよ。はい、はい、もうこれだからもう順番で行こう。あの回るとかないから。はい、あの一回終わったらもう終わり。じゃあいただきます。上野ありがとう。嘘や。白米しか食うてへん。メインディッシュ残ってますよ。いや、ほんまにちょっとこれ伝わってんのかな、この気持ち悪さ。違う俺らちゃんとサクッとなんかちょっとサクッとがさ、サクッとしてたんやろうなって残ってる。あ、確かに質感ちゃうな。なんかプル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 してる。なんかゼラチン的なプルリ感が俺らにはなかったプル感があるわ。いったね。おお。
あ、でも中は、中は魚、魚っぽいね。サクサクどうしたの、どう。はい、ご飯、今ご飯、今ご飯や、大義の今や、ご飯、今しかないな、今しかないって、ご飯な、どん、な、な、どん、今しかない。臭いね。じゃあ、やから、じゃあ、やから、ご飯、今入れるな、ご飯、はよ、はよ、な、あ、あ、出ちゃう、出ちゃう。じゃあ、出ちゃうかしないけど、でもご飯入れんと、お前、もっと気持ち悪いから、早く、な、早く、口開けろ、口開けろ。さあ、これで2日目が終了だ。まずちょっと頑張ろう、はい、じゃあ今回のゲームはラブラブ風船割りゲーム、イエーイ。なんとなく予想はする、イエーイワイ、イエーイ。はい、じゃあ風船をね、うん、1個1個これ持ってもらって、うん、はい、あ、2人で1個ね。あ、はい、2人で、はい、その風船をお互いの胸でギュッと、うん、ギュッとして割る、割る、これから抱き合う形になる。え、割れます？割れる。 やりました。やってない割れる。ロケハン絶対しようがない。割れる割れるそれで割れるから。そう、怖っ。そう、これを1分間ですよね。1分、1分間で10個。1、2、3、4、10個。1分間でこの用意した10個全部割れたら成功。いやー、準備はいい？ OK。 あー怖えー、待った。怖えー、いくよー、チャレンジスタート。いやー怖い。いやー、出会った人同じように霧に覚め煙気づかない夜いける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 すごい。成功ですよね。成功。成功だ。よっしゃ。おめでとう。それじゃあ、やるときはやるか。どうだった？クロエのいいカップは。いや、何にも感じない。風船やん。え？風船やん。でも、おっぱい当たっちゃったりしたんでしょ。いや、もう瞬時に次動いてたから。そのおっぱいを感じる時間とかないし。全然、ずーっとタバコ吸いながらセックスしたい、セックスしたい。すっごいムラムラしたね。それはセックスはしたなる。こんな時間拘束されてたら男がしこれへんねんもん。そうですね。なお前らしこってるやろ、どうせ。いや、してないわ。してるか。な、会社のトイレで。な、家帰ってからお前しこってんやろ。いや、しこってないわ。な、俺も作って手間かけてるな、ほんま。ね、ですね。いや、最後の1分1秒までって、いや、そうなんですよ。もうないんですよ。もう2分経ったから。もうやばいよ、ね、昨日から。会社のオービーで何やってんねん。怒られるって。ふとした瞬間に視線がぶつかる幸せなときめき覚えているでしょう。バス停るからの季節に恋したの日のように輝いてるあなたでいたね。負けないでもう少し走り抜けて、どんなに離れてでも心がそばにいるわ。いい加減で遥かな夢を。負けないでほら、そっちか。何やねんこいつら。もうちょいなんねえねん。そう、キュッと待っていくやすごい。いや、まあ、でも名曲やな。誰が歌うでも感動するからね。
ちょっと頑張ろうってなったから。クロエからお前に宛てた手紙があるんや。それをちょっとクロエに読ませるわ。じゃあ何がしたいね。はい、大好きな飛び出しさんへ。お疲れ様です、むつばクロエです。今回監禁72で共演でき本当に嬉しかったです。ずっと憧れている富吉さんとまさか一緒に2人で出られるなんて夢にも思っていませんでした。私の夢が一つ叶いました。監禁72の初日から体調を崩してしまい申し訳ありませんでした。優しくて熱い男富吉さんは本当に最後まで優しくて優しくて、いつも直視で見える富吉さんは実は仕事をしっかりやるめちゃくちゃ真面目な方だとそばにいて感じました。仕事はきっちりやってどういうことを考え感じながら仕事をするかということを教えていただきました。富吉さんは私の一生の憧れの人です。72時間一緒に過ごした思い出教訓を忘れません。本当にありがとうございました。そして、これからもたくさんサバゲー野球してください。ありがとうございました。ゾワゾワするわ。あと、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。やったー、お疲れです。やったわー、リサイクス。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか今の気分は？もうとにかく寝たい。とにかく寝たい。寝たい。あの、いつも困ったことは何？困ったこと？いいよいいよ、困ったこと。マジやばいです。見ます？だいぶやばい。そんな近づかんでいいです。もし次監禁のオファーがあったらどうしますか？お受けします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。お疲れ様です。お疲れでした。終わりましたな。どうやった？いや、しんどかったですね。やっぱり女の子っていうのがやっぱね、大気丼とかまあね、言うたら養豚場の職員みたいな気持ちでいてたんですよ。だけどやっぱ女の子となるとやっぱりすごいセンシティブやから、やっぱいろいろ気遣いやったりとか、まあ、僕なりになれへんことして、まあ、初めのうちはちょっと気遣いがあったりとかしてたんですけど、まあ、徐々にね打ち解けるじゃないですけど、まあ、どんな子かっていうのが分かってきて、まあ、慣れてきたら、まあ、結局は一緒やったなっていう。これね、ちょっと一つ言わせてください。コンプライアンスコンプライアンス気にしすぎて正直全部ぬるかった。ほんまに1回目の方が俺は全部衝撃的やったし、あんなもんもうほんまにビビらんとガンガンもうマジで殺すつもりで来いよって、マジでほんまにこれもう正直殺し屋やと思ってるんで、なんなんやっていう、もうなんかもうお遊戯会みたいな、もっと来いよもっと来いよって、なんかもうただただ今回は肉体的に疲労感があっただけで、精神的ダメージはもう前回の方が圧倒的にありましたね。なるほどね、はい、2回目の質問になると思うんですけども、はい、また監禁72にオファーがあればどうしますか？これね、やる前はもう完全にきっぱりノーって答えてやろうと思ったんですけども、そう今回ミスター X たちがちょっとぬるかったんで、ほんまちょっともっぺん本気出して殺しに来いよって、いやもうほんまいつでも待ってっから。わかりました。じゃあ次はもっとえげつない。いやそうですよ、まあでも次は僕かどうかそれはわからないですよ。わからんすけど、まあでもとりあえず出演者全員皆殺しにするぐらいで、そうじゃないと監禁ハウスじゃないんで、やから舐められんすよ。わかった。死ぬのは大気丼ですけどね。じゃあお疲れ様でした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまたよろしくお願いします。お疲れでした。お疲れでした。ここまで見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録をしてくれ。